私もとっても楽しみに会いに来ました。ブラーの皆さんです。Hello, Damon. Thank you for being with us on our 10th anniversary. Thank you for inviting us. 誘ってくださって呼んでくださってありがとうございますということなんですけれども、このブラーの皆さんはですね、なんと、誕生したのがちょうど10年前、1989年ということなんですけれども、I understand it's been 10 years since you've done the band? Kind of, yeah. That's when we started playing together properly. But I mean, we've known each other for longer than that.もうお互いはよく仲間もっと前から知ってるんですけれど、バンドとしてはそのぐらいなんですが、さて東京の小室さん、はい、はいはい、どうでしょうか、ブラーの質問はございますでしょうか。いつもニューアルバムが出れば必ず聞かせてもらってますが、今年の夏もやっぱり日本に来日されるような予定は聞いているんですが、日本のファンの方というのはどんな感じですか、印象としては、インプレッションは。Well, my first impression a long time ago was that it was a very kind of different and strange place. But now I feel very at home there, you know. It's just, it's always fun. It's never boring.いつも、まあ、日本に行ったのはずっと前になるんですけれど、初めて行ったのはずっと前なんですが、とても、 もう変わってて、何もかもが新しくて、こう不思議な場所だなっていうように思ってたんですけれども、最近は、うん、とってもアットホームに気楽に楽しめるということで、うん、まあ、次も楽しみにしてらっしゃるみたいですけれども。そうですね、楽しみにしてる人すごいですね、はい、いっぱいいますね、むちゃくちゃかっこいい。夏の時には小室さんいらっしゃったりするんですか。行きたいなって今計画は立ててるんですけどね、うん。We have people in the studio that are planning to go to your concert. Great. It's near Mount Fuji, I think. Which is sounds like a great place to go. ロックフェスティバルの方で行くということなんですけれども、What has this past 10 years been like? この10年間はどうだったか、ちょっと伺ってみたいんですけれど。はい、うん、What's it been like? It's been a, well, I feel for me, it's been a very, you know, weird way of growing up. But I sort of feel like I've grown up now, so that was my life.この10年間は、まあ、大人になった10年間でもあったんですけれども、とてもその大人になり方がとても変わった、まあ、普通じゃないなり方だったんだけれども、まあ、これが人生かなということなんですが、早速曲の方に You please stand by? 曲の方に行ってみたいと思うんですけれども、曲のタイトルもとっても可愛いタイトルがたくさんあります、まずは2曲聴いていただきたいと思うんですけれども、 Bugman、 そして Coffee and TV です。 Here's BlurFrom London. We'll be right back.
for an awesome performance. ということで早速ブライに2曲聴いていただいたんですけれども、このチャペルの中でガンガンに伝わってくる生演奏、これは何とも言えない感触です。ああ、かっこいいです。でこのチャペルなんですけれども、実は映画の撮影でも使われておりまして、ショーン・コネリーが出てたアベンジャーズの中でも出てくる、映画2の方にはもしかして、ああ見たことあると思われたかもしれないですが、あ、次の曲のスタンバイがなんとなくできたようです。この次の曲は私も大好きな曲で、東京でも日本でも大ヒットしました。 OK かな。それでは行ってみましょう。 Blur で Tender。
Thank you for a wonderful performance. 素晴らしかったですよね。Now, with this song, you have gospel singers. Where did the idea come from? このゴスペルシンガーね、今回あのご覧の通りお別れだと思うんですけれども、どこからこのアイデアが来たのか。Where did this idea come from? I just had the right feeling for it. Just the right feeling for it.こうなんとなくこうゴスペルシンガーを使いたくてそういうフィーリングだったと、いうことなんですけれども、まあ、これからのちょっと10年のことを伺いたいと思うんですけれども Can you tell us a little about what you expect or what you wish for in the next 10 years? I know it's a big question, but 10 years? What you'd like to be doing? We used to live in this part of London 10 years ago, so it's kind of strange coming here. And this is when, you know, when we were just starting, we lived just around the corner from here. Really? Yeah.なんと10年前はですね、まあ、10年、これから10年は分かんないですけれども、I know, I'm gonna ask you. 10年、あの、先のことちょっと分かんないんだけれども、不思議なのは10年前は、バンドとしては、あの、すぐそばに、この町、グリニッジのすぐそばに住んでたということだったんですけれども、Well, we'll just, I wish you the best of luck for 10 years, 20 years, and all the time to come. はい、ということで、10年も頑張ってくださいというふうにお伝えしました。ということで、日本の方にお渡しします。小室さん、マークさん、よろしくお願いします。こちら、ブラーでした。ありがとうございます。